はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先日ちょっとお魚系 YouTuber さんの厚美さんのお話をさせてもらったんですけども、皆さんご存知の、ね、方で超有名な方ですよね。すごい人気のある方です。その方がですね、先日 Twitter で病院食でサンマが出てきたと画像をアップしてくれましたね。治療中でしんどいのにね、元気な投稿をしてくれてて嬉しかったです。ちょいちょいね、普通の動画も上げてくれてますよね。こんな人が来てくれました、 YouTuber の、ね、仲間さんがね来てくれたんでね、それを動画に上げるっていう、すごい元気な姿を見せてもらってます。僕もちょうど1年前まだ入院中でですね、病院飲食でサンマが出てきたのをね、しっかりと覚えております。しかし、粘膜障害とね、味覚障害でね、食べることができませんでした。お魚大好きなのでね、めっちゃ悔しかったです。そこでね、今日は患者さんにおける食べることの重要性をめっちゃ簡単に説明します。よく聞いてくださいね。それはですね、内臓を動かすことです。以上です。と言ってしまえばね、短すぎるので、もうちょっと喋りますけども、入院中の患者さんはですね、体力をね、例えば抗がん剤治療であったりとか、いろんな治療などにね、耐えるためにですね、すなわち、治癒の力のために使うためにですよ、ベッドの上でこうじーっとしとかないとね、あかんのですよ。そして、その治療でその体力をね、消耗してしまったら、そのままやったらあかんからね、食事で栄養を取らんといけません。栄養を取って、その栄養がですね、体のエネルギーに変わるためにはですね、各内臓でね、それぞれの食材をですね、酵素などで、その、ね、内臓とかにある酵素などでね、分解していかないといけません。それをちゃんとするために、口から食べて内臓を動かさなあかんのですよ。点滴でね、栄養を取りますけども、あるんです。高カロリー点滴っていうのがあるんですけども、本来の栄養の取り方が体にいいよと、口から食べるね、方が体にいいよと看護師さんに言われましたので、きっとそうなんでしょう。でもですね、粘膜障害で食材を拒絶してね、何食べても、吐いてしまう状態の時もあります。そんな時は先ほども言いましたけども、点滴でね、栄養をもらいましょう。でもそうは言っても、先日もね、お伝えしましたけども、言いましたけどもですね、我慢する必要はありませんので、話はそれましたけども、食事をするのは内臓を動かさなあかんからです。胃をね、動かして、胃の酵素で分解して、で、腸に行って、で、腸でも分解してね、体にいろんなこの栄養をエネルギーとしてね、染み込ませていかなあかんわけですよ。そんな感じなんですけども、入院中の皆さんね、できるだけ内臓を動かしましょう。食べれることはね、元気な証拠なんで、本当に。ちなみにですね、僕は食べられへんかった時期がね、ちょっと長くて、20キロ痩せました。今戻りましたけど、でも20キロ戻すつもりはなかったんですけどもね、おかしいなって感じなんですけど、最近食べれるようになったんで、よかったなとは思ってます。はい。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。